さあ始まりました、ボクシングのボクシングによるボクシングのためのボクシング。私 DJ ボクシング&ボクシングでございます。先週は女子ボクシング世界4団体統一チャンピオン、まあ、IBO も含めれば世界5団体統一スーパーフェザー級チャンピオン、アリシア・バームガードナがクリスティーナ・リナ・ダトゥーと5年ぶりの再戦を行い、見事5年前の敗戦の借りを返すリベンジに成功したり、東京オリンピック金メダリスト、ライト級戦線の新たな主役にもなり得ると見られているアンディ・クルスがプロデビュー戦を行ったりと、またいろいろ面白い試合があった週末でしたね。フランク・マーティンとアルテム・ハルチュニアンの試合も想像以上の接戦になって、最後まで試合の行く末がわからないとても魅力的な試合になってくれて、個人的にはすごく楽しむことができました。僕が先週末一番楽しみにしてたドネア対サンティアゴの試合、これが2週間延期になってスペンス対クロフォードの興行のアンダーカードにスライドされたんですよね。もともとスペンス・クロフォード戦のアンダーカードに出る予定だったヒススラモスが怪我をしちゃって出れなくなってしまったことへの穴埋めとしてドネア対サンティアゴの試合をずらしたわけですが、まあ、中止ではなくあくまで延期なんで29日、日本では30日の日曜日はスペンス・クロフォード戦とともにドネアの試合も楽しむことにしましょう。ということで本題に入っていきたいと思いますが、今回の放送では今月7月25日東京有明アリーナにて行われる WBO 世界フェザー級タイトルマッチ、ロベイシー・ラミレス対清水サトス選手の一戦の勝敗予想をしていきたいと思います。これもめちゃくちゃ楽しみな試合ですよ。これと同じ興行のメインカードはあのスティーブン・フルトン対井上尚弥選手の試合ということで、この興行自体への注目度の高さは世界的に見ても非常に高いわけですが、このメインカードに加えてさらにロベイシーと清水選手の試合も見られちゃうなんてね、マジでお得感がすごい。そもそもフェザー級という階級の世界タイトルマッチが日本で見られるっていうこと自体がなかなかないことですから。でもよくフェザー級から上の階級は本当の意味での世界レベルになってくるため、日本も含めたアジア勢の選手たちは活躍しづらくなってくるなんて言われることもあるわけですよ。まあ、その通りまさしく今現在もこのフェザー級から上の階級にいわゆるアジア人の世界チャンピオンは一人もいません。唯一正規の王座ではなく暫定王座を中国人ヘビー級ファイターのチャン・ツィーレイが持ってはいるものの、まあ、フェザー級より下スーパーバンタム級以下の階級を見たとき、この暫定チャンピオンも含め9人もアジア人世界チャンピオンがいることを考えると、どうしても平均体格に劣っているアジア人にとってフェザー級くらいからを境に世界王座獲得の難易度がぐんと上がっているのは一目瞭然ですよね。日本ボクシング界の歴史においてもこのフェザー級という階級で世界タイトルを取ったことがあるのは過去5人だけ。西条正蔵さん、柴田邦明さん、腰元隆さん、青尾隆弘さん、そして長谷川穂積さんだけです。まあ、日本人ボクサーがフェザー級で最後世界タイトルを取ったのが長谷川さんの2010年11月。なんとここから13年近くフェザー級の日本人世界チャンピオンは一人も生まれていません。さらに今言った5人の中で世界王座を獲得した後その王座の初防衛戦に成功しているのは西条さんと柴田さんの2人だけ。その他の3人は全員初防衛戦で負けて王座を失っているんです。でこの西条さんや柴田さんが戦っていたのって1970年代、今からもう50年前とかですからね。世界を取るというだけでも当然ながら、その後その王座を守り抜きトップ戦線で活躍し続けること、これがいかに難しい階級なのか、この部分を理解できると今回の試合の価値というのをさらにより深い部分で理解できるんではないかなと思います。まあ、言ってしまえば井上尚弥ブランドのおかげでロベイシー・ラミレスという大物を日本に呼ぶことができたとは思うんですが、清水選手としてはここは大物食いのビッグチャンスが到来したという感じですよね。そんな今回チャレンジャーとしてキャリア最大の大一番を迎える日本の清水聡選手は現在 WBO の
フェザー級世界ランキングで第12位にランクされている37歳のサウスポーファイター。中学3年生の頃にボクシングを始め、プロに転向したのは2016年30歳の頃ですから、アマチュア経歴が非常に長い方なんですよね。もう皆様ご存知の通り、2008年の北京オリンピックでボクシング日本代表に選ばれ、その4年後2012年のロンドンオリンピックでは見事銅メダルを獲得していますから、言わずもがな、とてつもないアマチュア経歴です。このロンドンオリンピックの時は同じ日本代表の村田諒太選手がミドル級で金メダルを獲得したことで話題がそっちに流れていくという、多分清水選手からすれば悔しい思いもあったんでしょうが、40年以上ぶりにオリンピックボクシングでメダルを獲得した大功績に興奮させてもらえたボクシングファンは僕だけではなかったはずですよね。でそのさらに4年後、2016年のリオでもオリンピック出場を目指していたんですが、その代表選考大会で敗れたことをきっかけにプロボクシング転向、こういった輝かしいアマチュア実績から来る周囲の期待を裏切ることなく、デビュー戦から8試合連続 KO 勝利と素晴らしいキャリアを積み上げます。その中には日本国内最速デビュー4戦目での東洋太平洋王座獲得も含まれていますね。しかし2019年、スーパーフェザー級の WBO アジアパシフィックタイトルマッチとして行われた情のいない戦にまさかの TKO 負け、それまではずっとフェザー級で戦っていた清水選手がスーパーフェザー級にまで視野を広げてキャリアを模索していた時期に訪れた突然の落とし穴。もちろん相手のノイナイも世界的な強豪選手だったんでそう甘くはないんですが、この試合ではかなり打たれて清水選手の顔面がボロボロにされていたんで、これには驚いた方もかなり多かったんではないでしょうか。しかしその後はまたフェザー級に階級を戻して殿本恭平選手、さらに対戦当時12戦全勝無敗だった新進気鋭の若手ファイター森武蔵選手にも勝利し見事再起に成功で、現在の戦績は12戦11勝10 KO 1敗ですね。フェザー級での試合に関してはこれまで一度も負けておらず、11勝中10 KO 勝ちですから、特筆すべきは圧倒的な破壊力を秘めた左のパンチ、そしてその左をセットするための巧みな右のジャブかと思います。本当パンチモーションに力みがなく、非常に少ないモーションでパンチを出せる上に、そのパンチへの体重の乗せ方が分かっているというか、なんとなくのイメージですが、打つ瞬間の関節の硬さというか、インパクトするときガチッと関節一点一点が固定されていて、すごく硬いパンチを打っている印象なんですよね。一見分かりやすく振りかぶってパンチを打ったりもしないし、スピードが特段速いわけでもない、腰の回転なんかもそこまで大げさに回したりするフォームではないんで、見ていてなんであのパンチがあんなに効くんだろうと思う人も結構いると思うんですよ。僕もそこの答えはよく分かっていないんですが、なんとなく感覚としては手首とか肩の関節がすごく強そうなというか、絶対折れることのない硬い鉄の棒でゴツゴツと相手を殴っているイメージ、この関節を固定できる骨の強度というか体の硬さってすごくパンチ力に直結すると僕は思っていて、ちょっと例えが分かりにくいかもしれませんが、例えば同じ5キロの重さでも5キロの水風船をぶつけられるのと5キロの鉄球をぶつけられるのでは痛さが全く違うじゃないですか。水風船はふにゃふにゃしていて、インパクトの瞬間にその衝撃が逃げていっちゃうんで、要は同じ重量だとしてもより硬くて質量の高いものの方がぶつかった時にその重さを逃がすことなくインパクトの強さに直結させることができるわけですよね。そんな感じで清水選手のパンチも当たる瞬間関節がしっかり固定されてガチッと固まっている分、パンチに乗っている体重が逃げず重くて硬いパンチを打てているみたいな印象があるんです。しかもパンチに入る前の予備動作モーションが少ない分、相手から見えづらいっていうのもあそこまでダメージを効かせられる理由として結構大きいと思うんですよね。フェザー級としては背も高くリーチも長いし、かなりアップライトに構えることで相手からすれば頭の位置が非常に遠く見えている、見えづらい高台から突然鉄球が飛んでくるみたいな、非常に怖いし
相当にやりづらいうまさ、強さを持っている選手なんではないかなと思います。そんな清水選手が今回戦うフェザー級の WBO 世界チャンピオン、ロベイシー・ラミレス、まあ、このチャンネルでも過去何度も紹介をしてきている選手ですよね。現在の年齢は清水選手よりも8歳若い29歳、アマチュアボクシング大国であるキューバ出身のサウスポーファイターで、アマチュア時代はロンドンオリンピックとリオオリンピック2大会連続で金メダルを獲得している怪物です。先ほど申し上げた通り、清水選手もロンドンオリンピックの銅メダリストですけど、ロベイシーの場合2大会連続で金メダルですからね。ちょっと異次元です。しかもリオの時の決勝で勝っている相手は、今や世界最高のボクサーの一人に数えられているあのシャクール・スティーブンソン。先日も日本人ファイターの吉野修一郎選手に一方的な内容で勝利を収めていたシャクールですが、そのシャクールにアマチュア時代勝っている選手ですよ。まあこれだけの選手が日本で試合をしてくれる機会はなかなかないんではないかなと。で、現在の戦績は13戦12勝7 KO 1敗と、実はこのプロキャリアで1回だけ負けていて、この唯一の黒星がプロデビュー戦というのも非常に有名な話。まあ、アマ時代はユースの頃から世界選手権で優勝し、オリンピックでは2連覇、アマ400勝以上はしていると言われている超天才ボクサー、ロベイシー・ラミレスがプロデビューで負けちゃうっていうのもこのボクシングの怖さですよね。ただその後は同じ相手と再戦をしてしっかりとリベンジ。去年2022年6月には対戦当時21戦全勝無敗だった難敵エイブラハム・ノバに5ラウンド KO 勝利。今年2023年4月にはスーパーバンタム級の元世界チャンピオンアイザック・ドグボエ相手にダウンを奪う内容での大差判定で完勝し、空位だったフェザー級の WBO 世界タイトルを獲得。で、今回がその獲得した王座の初防衛戦となるわけですよね。このロベイシーの特徴といえば、やっぱりあの野生動物のような凄まじい反射神経、踏み込みのスピード、そして左カウンターの威力なんではないかなと。まあ、いわゆる丁寧にジャブをついて試合を組み立てに行くみたいな教科書的なボクシングはせず、突然頭の高さを変える高速のレベルチェンジフェイントで相手を牽制、反応を伺いながら突然の爆発的な踏み込みで左を打ち込みに行ったり、まあ、ある意味清水選手とはまた違った独創性を持った選手なのかなと思います。まあ、ハンドスピードに関してもステップのスピードに関しても全体的なスピードは清水選手よりロベイシーの方が明らかに速いんで、ここは試合の行く末を左右する大きな鍵になり得るはず。プラス右のガードの位置があまり高くない清水選手にとって、ロベイシーの強力な左は相当気をつけないとやばいパンチですよね。まあ、お互い本当倒せる左を持った選手同士なんで、相当高い確率で KO 決着になりそうな予感がしていますが、あの天才ロベイシー相手に清水選手が体格差、リーチ差をどれだけ活かせるか、ここが勝負の見どころになってくるんではないかなと。正直清水選手の37歳という年齢を考えれば、アスリートとしてのピークは落ち始めていてもおかしくないし、とんでもない運動能力を誇るロベイシーの動きに対応するのはかなりしんどいタスクになるはずです。無理やりロープ際に押し込みながら超接近戦に持ち込んでスピード差を殺してしまうというパターンも一つの手ではありますが、ショートレンジからのサイドステップなんかも含め、ステップワークのスピードやステップのバラエティの多彩さ、全体的な動きの独創性もロベイシーの方が上だと思うんで、単純に距離を詰めたからといって簡単に捉えられるとは言い切れない。なんで僕はどちらかというとリーチ差を生かした遠めの距離から、あの硬い右のジャブをしつこく出し続けてロベイシーが飛び込んでくるのを待ちつつ、入ってきたところに合わせる左のカウンター、これを効かせることが清水選手の勝ち筋なような気がしています。ロベイシーも結構ガードを落としたりすることもあるし、好戦的な選手ということで攻撃力は非常に高い分、パンチをもらうこともわりかしある。対する清水選手も結構パンチをもらう選手なんで、エキサイティングな場面、派手なパンチが当たってどちらかが効かされるという展開には大いに期待ができますよね。
まあ、経歴的にもあるいは年齢的にも清水選手が不利と見られているのは理解ができますが、言っても体格差はかなりあるし、フェザー級の中でも抜群のパンチ力を誇る清水選手のパンチが当たればいかにロベーシーといえどやばい。昔同じく天才キューバ人ファイターのギレルモ・リゴンドに身長リーチに勝る長身ファイターの天笠久さんが挑んだ試合がありましたけど、この圧倒的不利と見られていた天笠さんがリゴンドから2度のダウンを奪う大健闘を見せたことがありましたよね。全然チャンスはあるというか、清水選手のパンチは天笠さんよりさらに強いだろうし、逆にロベーシーはこのリゴンドほどディフェンシブボクシングを徹底するタイプではない、まあ、ここは清水選手にも十分番狂わせを起こすことを期待できるんではないでしょうか。ちなみにボクシングのオンラインベッティングが楽しめるステークが今現在この録音時点で出しているオッズはチャンピオンのロベーシー勝利が 1.03 倍、そして清水選手の勝利がなんと12倍となっております。これはあの井上尚弥選手とポール・バトラーが戦った時と同じくらいオッズが離れていますよね。当然これはロベーシーの実力実績を考えたら分かるといえば分かるオッズではあるんですが、本当に清水選手のパンチは一発当たれば試合の流れを変えられるし、同じくらいオッズに開きがあった井上バトラー戦よりは全然今回の方が番狂わせが起きる可能性は高いと僕は思っています。いつも通りもし仮に初回のベッティングを外してしまったとしても日本円にして約4000円ほど30ドル分のベッティング資金が丸々キャッシュバックされるという超お得なボーナスがもらえる特典コードをこの動画の概要欄に貼っておきます。まあ、大穴にかけるのはリスキーだから嫌だという方もそういう時こそこのボーナスを使って30ドル分丸々清水選手にベットするなんて楽しみ方もできますよね。もし負けたとしても損はなく、勝った日にはそれが12倍になって返ってくるわけですから、ぜひまだ遊んだことがないという方もこのボーナスを使ってステークで遊んでみてください。そしてこの30ドル分のファーストベットボーナスとは別に先着15名様限定で5ドル分のフリーベッティング資金がもらえるスペシャルボーナスも取り扱っております。まあ、もしタダで5ドルのベッティングマネーが欲しいという方は僕のツイッターの DM までその旨ご連絡をください。さあそれではそろそろこの辺りで勝敗予想も発表していこうと思いますが、今回の僕の個人的な勝敗予想はチャンピオンロベーシー・ラミレスの3から5ラウンドくらいでの KO 勝利としておこうかなと。まあオッズの数字が示している通り僕もこの試合はロベーシーの方がかなり有利だと思っていますね。やっぱりスピードの差が大きすぎるというか、清水選手の持つ体格的なアドバンテージもロベーシーのスピード感あふれるステップワークや反射スピードによって打ち消されてしまう気がしています。もちろん清水選手が左を効かせて倒してくれるイメージも湧くといえば湧くんですが、逆に清水選手もガードディフェンスの能力がそこまで高いタイプではない、どちらかというと距離で相手のパンチを外すタイプだと思うんですが、パンチをもらわないようなレンジコントロールを徹底したとしてもあのスピード差を考えるとその距離をキープし続けるのもだいぶ手こずるんではないかなと。でそうなってくればどこかで清水選手のガードをすり抜けたロベーシーの左が清水選手の顔面を直撃するんではないか、ロベーシーのスピードに慣れる前試合前半のどこかでそんな場面が訪れるんじゃないかなというのが僕の予想です。清水選手がキャリアで唯一負けているノイナイと唯一判定までもつれ込んでいる森選手がどちらもロベーシーと同じくサウスポーっていうのもちょっと気になるポイントですかね。まあ、開催地は日本なんでこれは清水選手からすると優位な点にもなると思うんですが、アマチュア時代国際大会であれだけの実績を残しているロベーシーは当然世界中で戦ってきた経験がある、しかも母国キューバを亡命するメンタリティの持ち主ですからね。敵地開催とはいえそんなこと気にもかけずに最高のパフォーマンスを見せる準備を整えてくる気がしております。しかもロベーシーのツイッターを見てるとすごい日本を満喫していてリラックスしている感じもあるし、
変に敵地へ乗り込んで戦っているアウェー感みたいなものは感じてなさそうですよね。でまあ試合前にこんなこと話すのもなんなんですが、もしですよ、ここでロベーシーがいい勝ち方を収めて日本での知名度を高めたとするならば、将来このロベーシー・ラミレス対井上尚弥選手の対決も十分に考えられるんですよ。両者の階級は一つしか変わらない上に、井上選手もロベーシーもどちらもトップランク者所属の選手、まあ、今回わざわざ井上選手の試合と同じ興行にロベーシーが出てくるのには、そういった将来への布石的役割もあるわけです。この辺はさすがトップランクですよね。まあ、アマチュア時代オリンピック出場が叶わなかった井上選手が、そのオリンピックで結果を残したロベーシーに挑戦しに行き、日本人男子ボクシング史上初となる5階級制覇を目指しに行く、まあ、これもフルトンに井上選手が勝つことが大前提になっているんですよ。でもその上で同じ大橋ジムのジムメイト清水選手がやられていたとしたら、さらにストーリー性が生まれるマッチアップになるじゃないですか。ただまあしかし、何度も言っているようとてつもないパンチ力を秘めた清水選手が今回アップセットを起こしたとしても何ら不思議ではない。これは僕の本音です。まあ、果たしてアマチュアボクシング最高峰オリンピックでメダルを獲得した元トップアマチュアボクサー同士の世界タイトルマッチの行く末は、清水選手は世界的激戦区フェザー級で世界を取って歴史に名を刻むことはできるのか、メインカードのフルトン井上戦に負けず劣らずの極上ファイトを見逃さないようにお願いいたします。それでは今回の放送はこの辺りで終わりにしていければと思いますが、ぜひとも今回話をしてきた WBO 世界フェザー級タイトルマッチロベーシー・ラミレス対清水聡選手の一戦について、皆様それぞれが考える勝敗予想や展開予想もこの動画のコメント欄にてお聞かせください。それでは今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。よろしければ Twitter、Instagram のフォロー、チャンネル登録やいいね、スーパーサンクスもしていただけると幸いです。概要欄のクーポンコードを使ってステークで30ドル分のファーストベットボーナスをゲットするのもお忘れなく、それとは別に5ドル分のベッティング資金が無料でもらえるスペシャルボーナスについてご興味のある方は僕の Twitter の DM でご連絡をいただければと思います。ではまた次回の放送でお会いしましょう。